はい、どうも皆さんお疲れ様です。モンスターハンターライズ、前回からの続きということでやっていきたいなと思います。とりあえずね、この星さんのね、録画するパートのところはね、今回このパートで終わらせて、次回はですね、この緊急ケースのところまで録画してないところも進めていこうかなと思っています。というわけでですね、今回はですね、僕はちょっとモンスターハンターライズでちょっと初めて見たモンスターに近いこの四つ身和道というね、このなんかでかいカエルらしいんですわ。こいつをねやってやりたいと思います。よし、まあ、ちょっとそろそろ防具とかもいろいろね揃えたりとかしたいところではありますけども、というわけでね、じゃあやっていきましょう。まあ、カエルがなんだよっつう話ですわ。よし、じゃあ行きましょう。ぬるぬるのジャリジャリだった。はあ。おいでおいでと水の中、獲物が来たらば吐けよい。もう一番死に子玉では済まされぬ。土俵割れば腹の底でよ。ちょっと丸飲み力士いい名前してんな。こいつ俺なんか好きになれそうな感じがするな。こういうキャラが立ってるやつは好きだぜ。丸飲み力士だってよ。なんでも丸飲んじゃう。それはそれでちょっと怖いです。よいしょ。どこから、真ん中から抜けていく方が早いかな。まあ、いかんせん初めてやり合うからな、やつとは。初めて。あ、集会所で、なんか。やり合ったあのでかく変えるか。まあいいだろう、カエルをやってやるぜ。カエルごときがやわ、人間様に盾つくんじゃねえっつって。カエルっていうよりかワニみたいな感じだよね、もはや。こんにゃくなかった。いや、まだね、マッピングがね、全然できてないんですよ。よし、行こう。あ、ちょっと待って、その前に。ほっ。はい、シスメタル。とりあえずね、まかないと、しか興味ないから、今。よいし、行くぜ、カエル狩りで。危ない。カエルだから、なんだか知んねえけどよ。そんなに襲う張り手は当たんねんだよ。おいで。まあ、尻尾は反則だろなかなか瞬発力があるタイプだな、こいつ。なるほど、そんなうっちゃりなんだな。華麗にかわしてやるぜ。怖い。よっしゃ、V 破壊。顔がじゃんけんみたいな。ああ、危ねえ。危ねえ、食われたかと思った、やっぱ。左横から抜けれるな。ああ、なんだ
何してた。うわー、なんだお前。あらららあらららららら、らようやく本領、本領発揮ってか。危ない危ない危ない。でっかくなったなぁ。ええぜ、やばい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 。意外と攻撃力あるぞ。回復しましょう。あ、逃げた。集中。よし行くぞ、オグリ。あのカエルマジでよ。こんな広いところが土俵か。ほら。よし。よしよしよし。チャンスだ。あ、ラスト当たんなかった。おお、危ない。危ない危ない危ない。よし、やつの右上手を刀流だぜ。その調子だ。お見事。その調子だ。ほら。いいよ。総流遂行。ここで倒す。危ない危ない。あいだー、いい張り手持ってんじゃねえか。あいだ、でででで、ちょっとやってくれやがったな。危ない危ない危ない。カエルがよ弱ってるらしい。いてーおむろ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 。よし、おむろむろ。ここあ、ピロロロロロロ。猫騙し、猫騙しされた。またでかくなりやがった。あらー方向で。よし、ちゃんこでも食っとけお前は。あ、なに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 、それ武器、武器でしょ、あれ。武器の使用はダメなんじゃないの。あれ、でこの野郎が。ちょっと待って、あ、片付けそのまま使えんのか。分かっちゃった。あいたーい。常に冷静に。いやよし、生産アイテム
任した者の魂との結晶。なかなかの相手だったぜ。しかしこのカエル苦手な人からしたらこのモンスター絶対嫌だろうな。ここカエル大丈夫なんですけどね、カエル苦手な人は結構きついだろうね。ぬめーってしてんだよね、カエルってね。ほう、いい狩りだった。よし、ロイダマ。ではね、次のセレクトクエストまではね、奥の方で、録画まではね、進めていこうかな。百鬼夜行？あ、百竜夜行、はい。はい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 。じゃあよ。ごきげんよう。ああ、特別なクエストが来ていますよ。百竜夜行とはモンスターの群れから、期待し通用するがメイン。ではご覧くださいませ。百竜夜行来たる。そんなん来るの。それはちょっとやりたいですね。またのお越しを。はい、というわけでね、皆さんご視聴ありがとうございます。次回ではね、百竜夜行をね、次回はやっていこうかなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。